わさび漬けわさび漬けは、刻んだわさびの葉や茎、根を酒粕に漬けたもの。春の季語。日本大百科全書の解説による。材料となる、わさびの根や茎などを細かく切る。塩で数時間、下漬けをする。水気を絞り、調味料を加えた酒粕で漬ける。現在のわさび漬けの発祥は、江戸時代、法歴年間のことである。駿河国の商人であった。 タジリやリスケという人物が現在の静岡市青い区うとうぎに伝わるわさびの茎のぬか漬けをもとに考案し、売り出したのが始まりとされる。その後、1889年に静岡駅が開業すると木でできた化粧村に詰めたわさび漬けが車窓越しに販売されるようになった。これが人気を博し、日本全国にわさび漬けが広まるきっかけとなった。 長野県の安曇野では明治以降、豊富な湧水を利用したわさびの栽培が始められた。静岡からこの地にわさび漬けの製法が伝わったのは1892年頃。それまではわさびの漬物としては甘酒漬けが存在したが、日持ちしないという欠点があった。わさびのかす漬けは好評を得て、周運や鉄道で新潟方面から販路を拡大させていった。 ありがとうございます。